だな。最終位置を教えてほしいです、先に。カフェテリア。オーツ。アドミン。アドミン。シールド。カフェテリアに向かう途中の通路。ストレージから。全員言った？言った。多分。じゃあ、一田さんかな。おう。ミュートにします。この状況だったら殺しても絶対見られない。やば、リアルインポスター。ゴー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 。オレンジ白と黒かな。ゴー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 。オレンジ大丈夫か、あれなら。青。治り。おい。二回連続とかあんだ。あの、終わったからか、上のやつが。あ、これエレクトリカルあるんじゃね。いや、違うかな。あ、だよね。ね、うん、うん、あ、うん、インポスターじゃないね、インポスター。ゲンさんがインポスターではないこと分かった。うん。収穫だな。最終位置を教えてほしいです、先に。カフェテリア。オーツ。アドミン。アドミン。シールド。カフェテリアに向かう途中の通路。ストレージから。全員言った？言った。多分。じゃあ一田さんかな。私アドミン見てたんですけど、はい、エレクトリカルに2人いて、エレクトリカルが1人になった瞬間にセキュリティに1人行ったんですよ。だから最終位置が、あと、で、死体発見した位置がエレクトリカルの右上で、ゲンさんを見て、うん、最終位置がもう左側、絶対左側にいる人ですね。あれ、エレクトリカルから俺出てきたとき、ゲンさんと誰か入ってったな。エレクトリカル、誰だっけな。しっかりして。思い出せ、思い出せ。僕ストレージの前らへん、ストレージでテラトさんとすれ違った後、ロアエンジンリアクターって言って停電直した後、誰か入ってきたんですよ。誰だっけの。そいつだ。そいつが犯人だ。もしくはアルトさんか。これね、オーツなんですよ、今。うん、うん、証明できる人はスナーパイさん。うん、それ俺は会ってないけど、ピカクロスが俺を見てるはず、シールドで。見たシールド上らへんでアルトさんとすれ違った。じゃあ、その3人無理だ。ナビゲーションでピカクロス見た。うん。下さんやったっけな、黒やったっけな。うん。まあ、自分についてきてもらっても大丈夫ですし。でも、左に行ったことを2人以上で証明はできないんだよね。砂ザメさん、どっち行った？ストレージからカフェテリアに、シールドあたりまで確か寺蔵さんと一緒じゃなかったっけ。うん、コミュニケーションに行って途中で別れたね。じゃあ一田さんと行動します。はい、はい。セルフレポートも一応終えるでしょう、多分みんなしていいと思う。なるほど、嬉しいな。いや、先端しろよ、その動き。さあ、めっちゃ久しぶりだな。2年、3年ぶりくらいなんだけど。ツイートねしてたから、どうしました、ちょうど。アマンガス。やりてえな、みたいなツイートしてたんで。苦手。
どうした、どうした、リアクターの上でまた同じところで、私がレポートじゃないのか、なんかレポート連打来ました。誰か死ん、アルトさんだよね、確か死んでたの。アルトさんが死んでますね。え、ドサクサワンチャンキルですか。ドサクサワンチャンキルです。やっちまったな、これ。ニチャさんと言っちゃったな。だけど殺せる位置じゃなかったです。誰かさ、下で見てた人いなかった、リアクターの真ん中らへんで。あ、俺見た。誰、誰いたっけな、誰がいたっけ。イチタ、あ、そうです、イチタ。オッケー、出たんすけど、俺ちょっと下に下がってるの見えなかったかな。あれ結局そのセンターさんとイチタさんはどういう行動だったの。いや、リアクター重なっちゃったんですよね。あ、重なった。あ、センターもいたんだ、そこ。うん、ただね、センターはね、一歩も動いてなかったから、うん、わかんないな。正直動くと思うから、スナザメさんなんじゃないかなって俺は思っちゃうけど。それで最初ね、スナザメさんにかなりくっついてたんだけど、うん、なんかあんまり、いや、これは感覚だけど、あんまりクルメットじゃないんじゃないかなって思っちゃう。テラさん、あんなにいつも理論派なのに、なんか今だけパッと。なんかコミュニケーションでさ、砂爪さんさ、別れたじゃん、うん、でコミュニケーションの部屋の奥に行ってタスクやってたんだけど、なんかちょこちょこ動いてたんだよね、はいはい、なんかあんまりダウンロードしてるっぽく見えなかった。あれ、あの左上の、左上のやつだよね、コミュニケーションの。なんかテラドさんとすれ違った時って、そう、一緒に行動しようか、うん、まあ、それがいいですね。はい、まあ、で結局容疑者が4人ってことですよね。あれ、でも今回のやつで市田さんには行かないの、普通に思うんだけど。テラドさんの時に見てたんですよ、今離れてるってことだよね。一田センターが一緒に行動してる上で、はいはいはい、一田はちょっと下にいるの見えてるから、俺視点。あ、じゃあ今回は一田さんでは絶対無理だったってことね。そう、俺一田がくっついてない限り、狼二郎じゃない限りは無理なはず。はいはいはい。まあ、スキップで、ピアで。じゃあ、砂爪さんと一緒に動こう。おっす。殺してくれ。なんか。ちょっと予感してたんだよな、人ごとごとしてるとき。重なったときにね。ね。離れた方がよかったか、待てばよかったな、せめて。ピアノだし。あ、見失った。あ、これ黒だな。気づいてくれ、気づいてくれ、みんな、みんな気づいてくれ、俺一人だ、気づいてくれ、みんな気づいてくれ、気づいてくれ、気づいてくれ、みんな、みんな気づいてくれ、気づいてくれ、俺一人なら気づいてくれ、気づいてくれ、気づいてくれ、なんてか押せるんだっけ今回、押せたわ。誰もアピールしたのにボタン押し言ってくれなかった。僕一人だよってエレクトリカルでめっちゃアピールしたのに。はぐれてたのは、さんとはぐれたの、モニターで見たよ。そう、砂爪さんもエレクトリカルからどっか行っちゃってはぐれたって俺行き来してたの、センター見てるよね。うん、砂爪さん先行してた。特になんか普通についてくるのかなと思って、エレクトリカルの奥直した後にストレージで給油してローワインジンってた。ちょっとダメだよ、センターさんとね、なんでそれは。あ、自分からもテラドさんにぴったりしないといけないのね。そう、お互い歩み寄らないと。あれ砂爪さん、エレクトリカルから出てそのまま行ってませんでした、ローワインジン。ん、あのストレージに給油した後に行ったの、多分センターさんとすれ違ってるはず。あ、でもそれは別に細かいところだから誰も、うん、ああ、まあまあまあ、愛がないし。でも砂爪さん歩み寄らないなーってのと、一田さんが停電になってはぐれたのに、カフェテリアかエレクトリカル向かうのが普通かなと思うんですよね、合流するなら。あ、そう、最初ウェポンの方にちょっと行っちゃったせいで、はぐれたって思ってカフェテリアにいればとりあえずいいかなって。いや、本当はあれでしょ、相方が停電させたから分からなかったんでしょ、停電したことが。いや、もう何も見えなかった。結構重なってましたけどね。頑張って僕。え、いつですか。停電する直前。一緒にいなかったですよ、多分。停電になってから見ましたけど、ね、まあいいですけど。
まあこのゲームラグ多いんで。ね。まあまあ。ピカヤンさ。はい。タスクどんなもん？ね、ガソリンとね、エレクトリカルのやつとね、ワイヤーが残ってるはず。結構ある。うん、行動しよっか。一緒に。あ、いいですよ。そしたらガソリン周り一緒にやってもらっていいですか？ウィース。あ、上回りで行きます先に。ウィース。UE が1回目終わってるんで。竹尾原田だけ一緒に行動してないって感じ？じゃあ一緒に行動する？いや、やだよ。いやいや、しない方が。そんなにしない方がいいよ。あんまりしすぎるとタスクやります。ダブルキル狙われるんで。アサミさんについてくぞ。絶対茶さんだと思うけどな。歩み寄りの精神がないよね、砂溜さんも。ほら、見てこれ。歩み寄る気持ちが感じ取れない。助けやる気あんのかこの人。絶対やると思った今。面白ですよね。ナイス。自分真ん中押そうと思ったんだけど、市田さんが一人で楽しそうにシールドがストレージに走ってるの見かけたよ。じゃあセンターが死んでるんで。はい。いや、え？絵じゃないんだよ。しかも停電の名前だよ。停電の前見たの。停電の前。あと砂ザメさんが僕から離れたんで、一打砂ザメでいいと思います。砂ザメさんになってるよ。あ、ごめんなさいごめんなさい。また離れやがった。こいつと思ってボタン押しに行きました。停電になる前までセンターさんとずっといたんで、で停電になってからはぐれたんで。いやいや、前に自分見かけてるんだよ。僕は思うんですよ。つまり停電になってないのにはぐれたということだ。で最終位置一田さん停電の配電盤の前にいましたね。うん、見てる、はい、私も。いや、さっき停電起きた時に普通はぐれたらエレクトリカル行くんじゃないですかって言われたんで、そっかと思って。いやでもそうなんだよな。まあ、いやでもね、あの一田さんが先端さんと行動してるはずが離れて先端さんが死んでるっていう状況を一田さん視点でどう見る？停電があったから、停電が来てからはぐれてから殺されたんかなって。で原田さんが僕カフェテリアから最初ウェポンの方行ってナビゲーションでタスクやって、うん、停電を直すためにシールドコミュニケーションストレージって言ったんですよ。で原田さんとコミュニケーション前の廊下ですれ違ったんですよ。なくはないんだよね、その原田がセンターを一田から離れた時に殺したっていう可能性はね。なくはないけど、そんなに長い停電じゃなかった気がするな。まあどうそうだね、うん、確かに。いやー、市田さんと自分すれ違った時も市田さん一人で楽しそうだったよ。楽しそうだった。楽しそうなのは原田の主観じゃんか。ごめんごめん、市田さんが先端さんと離れたのってどこ？停電起きたのがコミュニコミュニケーションとストレージ、ストレージ用の廊下って感じですかね。なんか、まあでも釣らざるを得ないかな。焦りをもう一人釣らないとやばいよこれ。もし一田じゃなかったらやばくない？いや、そうでしょう。大丈夫でしょうか？大丈夫か？完全に焦ってないもん。謎めさんも釣っとこうぜ。なんでちょっと、なんでなの？まあ、砂添さん一田さんな気がするけどね。もう誰もさ、疑おうとしないし、もう。村の姿勢じゃないよな、あそんな。はい。
はい、いやーなんか釣り縄をご所望だったので押しましたが、はい、砂ザメさんがエレクトリカルに行かずに左側に行きました。いや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 、リアクターのあの神経衰弱の続きをやろうとしたんだけど左側に行ったことは認めるんですね。認めます。停電になったまま俺と一緒に行動できないのに、うん、じゃあ砂ザメさんに投票します。なんでなんてって言われても多分今言ったことが全てだと思う。待って、ごめん、ちょっと不自然なところがあんまりよく分かってなくて、じゃあもしも仮にこれも釣られるんだとしたらメイドの土産に教えてください。砂ザメテラゾーで一緒に行動すると言ったのに、砂ザメさんがリアクターに行って僕が殺されたらあなたが釣られるんですよ。あなたが殺されたら僕が殺されるんですよ。寺蔵さんを守るような行動をしなかったのがおかしいっていうこと。お互いに守り合って行動しようというのが2人組の基本的なあれです。はい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 、はい、あ、じゃあつまりもう停電が起こるとかそういう以前の問題で単独行動するのが怪しいっていう今この村の風潮。風潮風潮じゃねえんだよ。関田さんが楽しそうって走ってたとお前の主観じゃねえかって守ってたみたいな、まあ関係ないかもしれないけどね。でもそれ言ってたのって、あとが砂ザメさんか。そう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 。うん、なるほどな。これがアナログ部か。ちょっとあのここからの逆転は難しいので、もう言っちゃってください。いいの？マジ？いいの？僕釣るほどじゃないと思ってる。ここからだって村無理でしょ。だってもう。いや実際村ですよ私は。でもここまで言われて。これは無理だわ。そうなの？僕は全然白浴びができない。別に釣らなくていいけどな。いや、これを白く取ったとかではなく、全然処刑するほどではないと思っていたんだが。うん、ちょっと行動離れたぐらいだからね。でもだってあなたたち、俺が録音してるだけだよ。満々じゃん。投票しちゃったけど、別に釣らなくてもいいと思う。いや、まあスキップしますよ私は。で、僕もスキップだ。寺蔵さんもローラーしてほしいかなっていうぐらいかな。最後の遺書としては。でも結局それはどうなんだろう。終わんなかったらもう一人釣った方がいいよ、ね、あのリアクターの部分が。砂ザメさんスキップ入れればよかったのに。いや終わるんかい。釣るほどのことだったのか。いや終わるんかい。まさか。まあでもあれ部分無理だよね多分ね。いや釣られるなって言ってんのに。停電になったらすぐ離れるからもう。ちょっと見ようと思います。あ、いやちょっとね、すいません、ちょっとあれだった、もうちょっと、ね、勝ち筋が分かんなかった今の。あ、まあしょうがないとは思います、うん、ただ一応さっきの投票多分スラッパーエピカクロスが多分スキップ入れてるんで。あ、そうなんだ。砂ザメさんもスキップ入れたら一応回避はできたから、うん、あとはサボタージュでなんとかじゃないかなって感じですね、うんうん、もうちょっと粘れたのか。いやちょっと正直な話、あの時点で多分白アピ難しいかなと思っちゃって、多分どっちもチームプレイを余儀なくされた時点で結構かなり相当、うん、辛かった。動けないよね。動けないと思います。勝ち筋が分かんなくって、なんでも頭悪いふりしてはぐれちゃったっていうの方がなんかちょっとメタ的な動きになっちゃうけどいけったなと思っちゃって。うん、はぐれたタイミングで1キルできてれば結構また変わったかなって思う、うん、一瞬なんかセンターさんが見えたからそこでキルしようと思ったんだけど、それが心残りかなっていうですね。一田さんがそう、センターさん殺した時に砂ダメさんも誰かできてたら多分ワンチャンあったかなぐらい。そうそうそう、うん、だから多分なんか頭悪いふりしてもう単独行動の方がいい、勝ち筋どっか偶然あるかなっていうふうにちょっと行動しちゃった。あの時は合ってると思います。でもそれは実際多分寺蔵さんと一緒に2人組行動してても多分勝ち筋なかったんじゃないのかなってあの時点で判断しちゃって。変なとこで寺蔵さんを殺しておいて、変なとこで、そうで死体隠しといて、で稼いでかですかね、ワンちゃんは。停電で寺蔵以外殺して、うん、くらいじゃない。寺蔵さん殺すイコール砂ザメさんにまで縄かかっちゃいますよね。うん、ああそうかそうか、だから寺蔵さんがどっちにしろその2人組の時点でもう寺蔵さんが殺せないからどうしようかなって言って、うん、ああそうか、でもそこで寺蔵さんの目の前で誰かを殺して、いやいや寺蔵さんがやった、砂溜めさんがやったって言い合えばよかったのかとか、うん、もありですね。まあでも多分生すべてきに多分だったかな。このゲーム序盤でターゲッティングされるとかなり厳しいからね。そう完全に僕弁当移動一田さんの見てたからあれがね。あと、もう一人殺して釣られようって思って、うん、あと個人的に気になったのはボタンが強かったですね。
ったけど、あの砂ザメさんに最初のターンめちゃめちゃストーキングしてたのよ俺、うん、はい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 、はい、そう、それをあんまりそのなんだろう、ふざけた感じに議論に出さなかったから本当に嫌がられてそうだなって思ったんだよね。だから一歩さんっぽいなって思っちゃった。あ、で言うと本当に嫌がってて、まずあの弁当に借りたんですよ、エレキトリカルの弁当に。あの寺蔵さんと初日コミュニケーションに行ってストレージ行ってエレキトリカル行ったと死体を発見しちゃって、うん、あ、一田さんが多分殺したなと。でレポート、ここでレポートしたら多分アリバイ的に多分自分がそのゲーム序盤に右にみんな固まってるの知ってたから、うんうん、ここでレポートするとやべえ、市田さんが怪しまれちゃうと思って、とりあえずベッドでメトベイに抜けて、まあ死体の発見を遅れればいいなと思ってたぐらいにビービーになっちゃってっていう感じだったんだよね。だからなんか結構その寺蔵さんの一緒に行動した時に、寺蔵さん目線だと全然あの砂ザメも犯行可能な位置にいたので、そうだね、あんまりそこら辺話題に出したくないなっていう意味で意図的に出してなかった、うん、僕は。ゲームは市田さんストーカーでした、そして死にました。そうだった。ただアルトさんがやっぱり素晴らしかったですよね。あの最初忘れかけてたんですけど、ちゃんと市田さんって補足して、でセンターさんがじゃあ市田さんと一緒にいようっていうところからもう、そうだね、いやだからもう初日の時点でちょうど市田砂ザメが左側にいたので、うん、で他がみんな右側にいてお互いのアリバイを証明し合ってたからきっちりと思って、うん、誰かとすれ違った記憶はあったんですけどマップ開いてたので市田さんかどうか微妙だったんですよ、うん、ゲンさんは間違いなく見えましたけど、うん、そうだな、シールドかコミュニケーションに残ってればよかったな。いや、実際発見しちゃったんだよな。でもこのメンバーでインポスターで勝つのきつそうだな。いや、きついと思いますよ。今なんか数戦やってて思うんですけど、全然隙がなさそうで、インポスター引くのが怖いっす、これ。ゲンさん、初手ひどかったもんね、僕とやった時。よかった、うん、誰も殺せませんでしたもん。まあ、僕とセンターン勝ちましたけどね。人数9だった。いやまあ人類的にはね、5回に1回ぐらい勝てればいい感じ、まあ、うん、人狼有利すぎたらゲーム性がねおかしくなっちゃいますから、うん、ちょっとムラ強いぐらいの方が2人組迷うな、さっきの場面だから多分勝ち筋は多分もうそのファーストキルをもっと早くする、 そのために多分有効なあのサボタージュをしてって感じ。じゃあバラけた方がいいのかな、やっぱり。もうこれ開発スキルもきついんですよね。そう。大量に出るから。このタク面白くて、一番最初のカードスラッシュ僕と武雄さんしかいつもいないんですよ。カードミンの。かもしれない。なんか右にやたらみんな行くよね、なんか。あとウェポンとかやりたがりますよね、結構みんな。